日本千葉県印西市、草深草深は千葉県印西市の大技。郵便番号270-1337。北は別所、牧野台、北東は牧野原、西野原、東は原、東野原、南東はつくりや岩戸、南は吉田、松崎台、ケチ園寺、南西は高花、原山、西は泉屋、泉、北西は四角の南。 大森に隣接している。飛び地があり、滝野、牧野原、龍福寺、東野原、松崎台、吉田、松崎、四角路南、泉に隣接している。江戸時代は、送信神殿であり、下佐国印馬群のうち、印材領、印材筋に属す。元小金木のうち印材木の一部、総父家の、 草深市によれば、草深谷の神殿開発として1636年、小金漁千足村、新左衛門の出願、許可、失敗がある。後、1670年、ひれ崎村元名主、清重茂ほか6名が出願、許可となり、江戸町人も受け負い人に加わったが、資金操りの方は順調ではなかった。草深谷の一部が、 近隣村の元入会屋であったため開発反対もあったが周辺16カ村に開発地の一部を分与することで解決された。漢文、遠方期に徐々に新田開発が進み1676年の建地により成立。はじめ幕府領1839年から浜松半領1846年幕府領となるが後再び浜松半領。 村高は、原禄豪町2769国余り、天保豪町、休校給料もに2774国余り。1676年の単別下田40町4単余り、下畑489町7単余り、屋敷豪町 3, 3単余り、屋数120、人数558。割渡され、持ち天神殿などとして開発された分は、ケチエンジ。 千尾、松崎、吉田、岩戸、つくり屋、角田、荒野、龍福寺、滝、小林、総保神殿、別所、大森、四角路、泉神殿の16家村に見える。1774年の矢数78、人数378。1873年千葉県に所属。1889年飛び地朝関の大が村方、村。 飛び地あざいの代が本郷村の各一部となり、本村は船尾村の大技となる。2017年10月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ありがとうございます。